で残った人たちもいて、で残った人たちとの戦いになりますということで、さあ有名なのがまたこちら1260年のアインジャールートの戦いと、これが非常に有名な戦いになりますよ。まあなんて言ってもね、このモンゴル軍っていうのは再三再四言いますけどね、世界最強でしたからね。当時世界最強で、まあヨーロッパ勢も先ほどの、まあ、ワールシュタットもね、モヒの戦いも軒並みやられてますよ。で各地でももう連戦連勝、もう負け知らずね。でも中東イスラム圏においてもそれはそうですよとね、先ほどアッバース朝もやられちゃいましたし、次は俺たちかななんて言ってるけど、そこで食い止めた最初の戦いがアインジャールートの戦いだったと。でこれを機にもうね、イスラム方面に勢力を拡大することはなかったですよと言われている、その大事な戦いになるんですね。まあ本当はね、ちょいちょいあったらしいですよ。ちょいちょいね、このモンゴル軍を撃退したのはあったらしいんですけども、ただメジャーどころで捉えるとすれば、これが一番でかい戦いだったんですと。アインジャールートの戦いで、さあバイバルスがね、モンゴル軍やっつけるぞって言ってやる。でここで、まあ、アインジャールートっていうのはですね、まあ、このエルサレムの近い場所ですね、エルサレムにほど近い場所で戦いになって、でここはですね、まあ、偽装退却とか言ってね、いや本当はまあなんか負けたふりをして、劣勢なふりをしてですね、敵軍をこう引き込んで、まあこの辺は本当はね、モンゴル軍が得意な戦法なんですけどね、モンゴル軍もね、本来の力を発揮まだできてないんですよね。モンゴル軍はもう大本体がね、第二次旋回で帰れってことになっちゃってますし、でまあ主にここで戦ってるのはね、モンゴル軍もトルコ民族だしね、でこちらのマムルークの方も トルコ民族なんですね。トルコ民族とトルコ民族の戦いみたいになってですね、まあ血のりはそれはマムルーク朝のね方がありますねと、こういう状態で、まず数から言っても、まあ、マムルークが優勢だったというふうに言われてますからね。で作戦もモンゴル帝国お得意の偽装退却なんていうのを今度はマムルーク朝がやってですね、で敵軍がおびき寄せて、でそれでうわここで囲ってやるぜっていうことをやってですね、勝ったっていうのはこのアインジャールートの戦いなんですね。完勝だと、素晴らしいバイバルス、よくやったとね。ただここで終わらないのがバイバルスなんですよね。先ほどもね、マンスーラの戦いでね、まあ勝ったぜとか言ってね、よしその調子でブスとか言って、先ほど王子を殺しちゃいましたよね。これと同じような現象でね、アインジャールートもね、よっしゃ完勝だぜってブスって人でね、やっちゃうんですね。それがね、クトゥズなんですよね。時の四代スルタンのこのクトゥズをね、勝った勢いでよっしゃ殺しまえってね、こうやってしまうということになりますよ。ここでクトゥズを刺殺して、次のスルタンは俺ですと、第五代スルタンは俺ですということになるんですね。いやバイバルスもね、だからなかなかこう綺麗に歩んできた人っていうよりはね、そうやってまあいろいろなものを使いながらのし上がっていった人だということですよ。ここはバイバルスやりましたぞと。でここでスルタンに即位をして、以後17年間君主の地位を務めますよということになるんですね。でまあ例えばやったことは何ですかというと、1261年にはカリフね、ムスタンシル2世を擁立する。いやと、ムスタンシル2世、これ、ね、カリフっていうのはまずあれですよ、カリフっていうのが、まあ、宗教世界のね、もう最高権威者ですよね、最高権力者。だから何ですかね、イメージでまた例えるならば、教皇と皇帝みたいなね、ヨーロッパ世界での教皇と皇帝みたいな感じですかね。教皇的にはまあカリフで、で皇帝の地位がまあスルタンですか、そういう対応関係にねイメージしてもらえるといいんじゃないかと思うんですけども、この人もとはね、このアッバース朝の方にね、アッバース家の人だったんですね。もうちょっと中東寄りというか、まあイラク寄りですか、イラク寄りの方だったんですけど、その人こう引き連れてきてですね、じゃあこの人を今度最高権力者にしてやるからってね、で宗教界の最高権力者にしてやるからということはですよ、ということはまあ最高権力者を任命している私が一番すごいですね、バイバルス的にはそういうことをまあ言いたいわけなんですけども、まあこの人を擁立したりすると。でもね、この人ね、あのムスタンシルさんね、途中で嫌になっちゃってね、
やっぱこっちの実家の方に帰りますみたいなね、故郷の方に帰りますみたいなことを言い始めて、あ、そうですかそうですかなんつってね、このユーフラテス川のほとりまで護衛をしていって、そこから先行くとモンゴル軍にやられちゃうよなんつってね、でそこから先はもうこっちの領土じゃないからもう護衛しないよなんつって、で本当にねこのムスタンシルね川を渡ったところでモンゴル軍にやられちゃうっていうね、まあそういう話もありますということなんですが、まあいろいろとエピソードはある中で、じゃあね、主な業績をこう分かりやすくまとめるとどんなところになりますかっていうのでね、右側こうまとめてみましたよ。いろいろまあこのねバイバルスっていう人もね深く掘ってみれば面白い中でこんなことをやりましたと。とにかくねバイバルスは前半見てきた通りですね、戦いがすんごい強い、戦いがやっぱり強いとね、この時代有名にもなるし英雄にもなれますという話ですよ。したがってこの陸海軍は再編をするし、あるいは城塞の修築をすると、でもお城やら砦やらね、なんやらこうしっかり築いても軍隊めちゃくちゃ強くするぞと。それなんて言ってもね、38回も遠征をしたと、ね、この人の時代にバイバルスの時代に38回も遠征をしたんですよということであります。でそれはただねお前たちねその編成した軍に行ってこいってこう言って指図していたんじゃなくて、そのうちの半分は自ら陣頭指揮を取っていたということですからね、行くぞーっつってね、いやこれはついていきたい人だってこれは多かったでしょうということですよ。内訳を見てみるとどうですか、そのモンゴル軍とは9回も戦うね、だから先ほどのアインジャールートの戦いだけじゃないんですね、いろいろとこのモンゴル軍ともやり合うし、また十字軍と21回交戦するね、十字軍もいろいろ形はありますよ。この十字軍の遠征っていうとね、あれ21回もあったっけと思う方いらっしゃるかもしれないですけども、本体のこの十字軍との戦いだけじゃなくてね、この十字軍国家っていうのはこの辺散らばってたりするんですね。いろいろとこう十字軍寄りの国やら地域やらがあって、まあそことね、こう戦わなきゃいけないってことになりますから、もう東西にいわばこう挟まれてる形でのこうガチャ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 と戦争を繰り広げて、そこで軒並み勝つんでこの人がまあ英雄ですねと、こういうことになってくるんですね。いやこれバイバルスってのは相当強いぞとね。でやっぱりねこの戦いがもちろん強いのが第一にはあって、で戦いっていうのはね、ただこの自分がめちゃくちゃ筋肉もりもりで戦い強いとかね、そういうだけじゃダメなんですね。頭もやっぱり良くなきゃね。で頭を駆使して外交を駆使して戦略をうまく展開していかなきゃいけないってことになりますから、もう戦略もそういう外交も大変巧みでしたよというふうに言われてますよ。まず代表的なのはこのジョチ・ウルスと同盟を組んだ、このことが非常に有名ですし、また大きな功績を挙げたというふうに言われてます。ジョチ・ウルス、いや皆さん覚えてますかこれね、覚えてますかというか、まあ初めての方はね、ジョチ・ウルスって一体何ですかという話ですよ。これねモンゴル帝国もですね、先ほど言いましたね、モンゴル帝国とにかく世界帝国でどでかいと、陸続きではもう世界過去にね世界で一番でかかったのがモンゴル帝国ですというふうに言われてますよね。でそのモンゴル帝国の中もですね、チンギス・カンが死んでしまうとですね、まあ、いくつかこう分かれるんですね。チンギス・カンのですね、まず子供にジョチっていうのがいて、でそこに分け与えた国というふうで、まあ、今は行きましょう。このジョチ・ウルスがそうやってヨーロッパ方面にあって、で先ほどのフレグって言いましたよね、フレグとフレグ軍とまあアインジャールートの戦いを戦ったとね。フレグ自体はまあちょっと帰るかとかなんとかこういろいろとこうやってましたけども、そのフレグがですね、じゃあ帰るぞとか言って、ま、途中でこう帰るのをやめるんですね、まあ、結局次のね皇帝あいつになるんだとね、もう俺は皇帝になれないんだから、もう俺この辺に国を作るわと言って、でこうやって中東あたりでこう作ったのが今度はフレグウルスっていう国なんですね。したがってこのモンゴル帝国もですね、こちらジョチウルスとフレグウルスがこの辺にこうあったということですよ。そうするとですよ、そうするとモンゴル帝国の中で先にね、いや西方ではジョチウルスっていう国があったのにね、そこの間にこう入ってくるような形でフレグウルスっていうのができると、そうするとねジョチウルスの人たちはね、フレグウルスをね若干やっぱりちょっとうざったいなと思っちゃうんですね。
俺たちにこうね製法を任されたのに、なんで今フレグウルスがこうできちゃったのよと、あいつらなんだかね気に入らないわっていうことになってですよ。そうするとこのジョチウルスの中にですね、ベルケっていう人がねまた君主になるんですけども、この人がねまた面白い人で、イスラム教の人なんですね。改宗してねイスラム教の人になる。そうするとこれ目をつけるんですよ、このバイバルスがですね。そうかとね、このジョチウルスのベルケとうまいことやれば、このフレグウルスに対してこれ牽制になるぞということで、ここで手を結ぶんですね。ジョチウルスと手を結んで、そうするとこのジョチウルスとフレグウルスがバチバチやり始めますからね、これはいいと。もうこちらからね大きく攻められることはないんで、この間にじゃあ自分はね十字軍国家としっかり決着つけとくかななんてね、こうやったりする、そういう軍略を考えていたというふうに言われてますよ。まあとにかくいろいろ戦いをやりましたと。でね、まあ十字軍国家ともいろいろやって、まあ有名どころだとね、あの世界遺産になってるねクラック・デ・シュバリエっていうのがあるんですね。すんごい難攻不落の砦っていうふうに言われている、そこももう落としちゃったとかですね、まあ数々あるというふうに言われてますよ。でまあ戦争だけじゃないんですぞというところで見ていくと、主な業績としてはイスラムの伝統も作るし権威も作るんですよというのが特徴に挙げられますよ。スルタン、まあ、自分たちをこうやって呼びなさいよみたいなね、偉い人たちをこうやって呼びなさいよっていうのがね、まあ結構今にも影響があるっていう話ですし、もっと具体的に見ていくと、例えばこちらカーバ神殿へキスワを奉納っていう風に書きましたけどね、まずこのカーバ神殿っていうのはねメッカにあるんですよ。メッカはどうですか皆さん、人生で一度はね聞いたことあるんじゃないですか。メッカ、これムハンマドが生まれた地ですよね。昔々のイスラム教のムハンマドがメッカで生まれましたぞの、そのメッカ。最近はねこれメッカっていうのはもう現地の言葉に近づけてマッカって呼ぼうぜというふうになってますけど、まあとりあえず今日はメッカで書いておきましたよ。今でもイスラム教徒の皆さんね、メッカに向かって1日何回ですかね、5回ですか4回とか5回とかなんか礼拝するっていうふうに言われてますよね。1日5回メッカに向かって礼拝、夜明けからまずねこうやって礼拝をして、いや非常に大変ですよね。実際のとこどうなのっていうのはね私もわからないですよ。イスラム教のお友達私いないんでね、このあたり本当に興味深いですしね、聞いてみたいですよ。イスラム教っていうとちょっと過激派なイメージがあるんでね、あーちょっと怖いなーっていうのが、まあ多くの人たちはねそうやって、厳格な教えを守っていらっしゃるとね、励行していらっしゃるというふうに理解しておりますけども、まあそういうこのメッカですよね、メッカにカーバ神殿っていうのがあってですね、でここにまあ毎年ですねバイバルス、この大キャラバン隊を送ってねこう巡礼をさせていたと。で、そんな中で黒い布をですね奉納するんですけども、その黒い布のですね、キスワと呼んでいるんですね。でカーバ神殿にかけるその黒い布キスワで、これをですねかけられる人、奉納できる人こそはそのイスラム世界のリーダーですっていうね、まあ、そういう伝統だっていうんですね。それが今も続いていると。なるほどとね、まあこうやってこのイスラムの伝統を作っていった人でもありますバイバルスということでもありますし、またちょこ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 と見ていくとですよ、さらに細かいところを見ていくと駅伝制度、駅伝制度はですねこれもモンゴルの回でやりましたよね。どこか拠点と拠点を結ぶその間にねこう数キロおきにこう、まあ、寝泊まりできるところとか食事できるところとかね、あるいは馬を置いてあるところね、馬を交代させて、とかねできるところをこう拠点を作ると、でつないでつないでつないで早く目的地に到達できるようにするのが駅伝制度というね、であれをここでもやるとね、主にはカイロとダマスカスの間ですかね、もう2つの都市の間、もうどれくらいって言ったかな、700キロぐらいあるって言ったかな。でこの700キロぐらいの間をですねもうものの4日5日ぐらいでね移動できちゃうと、1日に200キロ近く移動できるようにしたって言いますからね。いやこれ1日200キロこの時代にですよ、この時代のね交通事情なり何なり考えたらものすごい速度でねカイロとダマスカスの間移動してますよね。まあそれにこのねバイバルス相当タフですからね、戦争も強い分ね
タフなんで、そうやって仕組みもしっかりさせるしっていうことでね、やるなっていうところはこれでも見て取れるし、またね、私としてはね、ぜひね、ここをね、注目したいところなんですよ。歴史オタクっていうね、いや歴史オタクですよ皆さん。いや私ね、歴史オタクですかね、どうでしょう、うん、歴史オタクなりたいなと思ってるんですけども、まあそんなところがバイバルスにもあったと。バイバルスは言ってたらしいですよ、過去を知らずして勝利はないと言ってたらしいですよ。いやいいこと言ってくれるとね、皆さん歴史とかね、もうオタクの世界がね、の人がやるもんだというふうにね、こう見られていたら、我々はそうじゃないとね、もう実際今の問題とか未来の問題を解決するために過去を見るんだと言ってやりましょう、ね、その時はこのバイバルスを見ろとね、このバイバルスこそは過去を知らずして勝利はないと言ってた人だぞとね、奴隷からスルタになった人だぞということでね、ぜひねバイバルス例に挙げていただきたい。そんな歴史オタクな面もこの人はありましたよとね、もうなんかね、時間あるごとにそうやってね歴史書を読んでたらしいですよ。勤勉家でもあったんですよね。でまたこのスポーツ万能ということでね、まあヒーローというか英雄によくありがちな大きい川をね、クワワーッと泳いでやったぜみたいなね、ああいうこともやったっていうことですから、いや結構ねやり手だったんですねという話ですよ。まあそんな中でね、1277年、これダマスカスで亡くなっちゃうんですね。まあ戦争勝ったぞとかやってる時にですね、でそのお祝いで馬の乳の酒っていうのがあるんですけども、まあそれをねこう飲んでる時に、それを飲んで、まあそれが当たったのか毒殺だったのかね、この辺詳細はちょっと不明ですけど、まあね毒殺結構濃厚じゃないかと、私ねいつもその筋で考えちゃうんでね、思ってるんですけども、まあいずれにしても1277年に他界をしましたというこのバイバルスの人生だったんですね。さあということで皆さん、今日はバイバルス見てきましたよ。どうでしたか、バイバルス奴隷からスルタンへということでね、最初はなんかねひどい人種差別にあってね、もうモンゴル軍に囚われちゃってね、で奴隷商人に売り渡されたなんつったらですね、もう大半はここでね人生終わったですよ、人生終了のお知らせっていうことになっちゃいますけども、まあそこでね運命なのか何なのかね、結構苦労も多かったと、肌が褐色だの、やれ片目に白内障の斑点があるだの、何だの何だの言われてですね、まあ流浪をしながら、でも結局やっぱりここが大きかったっていうことになりますかね、バフリーマムルークに編入されるっていうね、まあ、軍隊に入ってそこで頭角を現して、まあ、功績を残して歴史上の有名人物になるっていうパターンね、これ多いですからね、ここにバイバルスもハマっていったぞということになりますよ。もちろんね実力もすごいあるんでね、これはマンスーラの戦いとか、あるいはアインジャールートの戦いで、この功績を残すということですよ。まあね実際どういう人だったんですかね、本当にまあ見てみたいですよね。ちょっとその辺のまずフィジカルね、こう結構な大男だったのかね、筋骨隆々のね、まあ、イスラムの独特の人だったんでしょうかね、お会いしてみたいなというふうに思いますけども、ただフィジカルだけじゃないぞと、これ頭もものすごくいいですぞということで、この巧みな外交戦略とか、先ほどのイスラムの伝統の話とかありますけども、まあ我々としては、まあ我々っていうか私としてはね、やっぱり重ねてですけど歴史オタクな面ね、いやここの歴史オタクな部分に非常に親近感湧いちゃったぞとね、今日もその流れで取り上げちゃったぞということなんですけども、まあ皆さん今日のバイバルス企画ね、いかがだったでしょうか。引き続き何かあればですね、そのリクエストなども含めてですよ、コメント等いただければありがたいと思いますということで本日は終わります。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。